一 1>, 1年以上もの間値上げし続けている電気やガス料金はどうなるのか世界的に原油や液化天然ガスなど燃料価格の高騰で電気料金は14ヶ月連続の値上げとなっていましたが中部電力が今日発表した平均的な家庭の11月分の電気料金は前の月と同じ9189円でした。その理由は 高騰している燃料費は燃料費調整制度によって電気代に上乗せできますが中電が設定している上限額を先月は超えましたそのため超えた部分の費用は中電が負担しますですが今後一般家庭や小型の店舗などで利用される低圧電力の自由料金については12月分から上限を撤廃するとしていて 電気料金がさらに値上げされる可能性も一方東方ガスは今日11月分のガス料金を値上げすると発表平均的な家庭で前の月より321円高い7914円になりますガス料金は15ヶ月連続の値上げです